はい、アートロックナオです。今日の動画は100円ショップ、そうダイソーさん、キャンドゥさん、セリアさんのイラストマーカーのペンですねの比較基本講座となっております。説明の方が多少不十分な点もあるかもしれないですが、よろしくお願いいたします。それではいざ。はい、それではペンの説明の方をさせていただきたいと思います。それではまずどのような説明かと言いますと、まずですね、色鉛筆、イラストマーカーの方、必ず、購入した際には色見本を作っていただきたいと思います。このような感じですね。こちらは色鉛筆ね、こちらの方はイラストマーカーとなっております。なぜ大事になるかと言いますと、この後話をさせていただくんですけれども、後々いろいろと必要になってくるからです。はい、よろしくお願いいたします。で、次にですね、この色見本を見ながら色の比較違いを見ていきたいと思います。まずダイソーが全60色、ダイソーさんね、全60色となっております。セリア様の方が全36色で、キャンドゥ様の方が58色となっております。58色ですが、私まだちょっと完全に揃えきれてないので申し訳ないですけども、あと何色かちょっと書き足さなければダメですので、開けておるような状態でございます。ダイソー様、キャンドゥ様の方は原色系が、ダイソーさんね、キャンドゥさんの方原色系が多くなっております。ただですね、キャンドゥさんの方が原色系もあるし、中間色の方もあるので、どちらかというとキャンドゥさんの方が58色ですので、描きやすいんじゃないのかなと、イラストとかね、絵を描くときにはいいんじゃないかなと思います。はい、次にセリアの方なんですけども、セリア様の方は、中間色が比較的多いです。で、原色系というよりも、中間色、パステル系が多いので、一緒に、三者一緒に購入して買い替えた方がいいかなと、私個人的に思います。はい。次に、ペンについてなんですけれども、ダイソー様は細丸と筆ペンと2つあります。ダイソーさんね、個人的に細丸筆ペンという言い方はあくまでも私個人の言い方ですので、よろしくお願いいたします。はい。で、セリア様の方は筆と太ペンとなっております。ただ筆ですので、使いすぎると筆先が傷んでばらついてしまいます。こちらの方ご注意していただきたいと思います。また筆が柔らかいのでやや書きづらいですね。で、キャンドゥさんの方は筆と太ペンとなっております。ただこちらもセリア様の方と同じく筆ですので、使いすぎると筆先が傷んでばらついてしまいます。ご注意を。で、こちらの筆は少し細め、キャンドゥの方ですね、こちらの方は少し細めですけれども、腰もあって描きやすいです。キャンドゥが比較的描きやすいかなと、個人的には僕思います。この3社の中でね、セリア、キャンドゥ様のペンの方が細かい部分や髪の毛の描くときには一番適しているじゃないかなと思います。はい。次に、ブレンダーペンの方なんですけども、ブレンダーペンの方は3社とも、ダイソーさん、セリアさん、キャンドゥさん、3社ともございます。ブレンダーペンと言いますと、ぼかしますね。ぼかすためにあるんですけれども、どのような感じになるのかっていうと、僕ちょっとね、今から変えてみますんで、見ていてくださいね。ちょっと色ばーっと塗りますね。ちょっと雑になりますけれども、ちょっと書きますね。で、その
それにバーッと書いていくとぼかしていくような感じですね。わかります？にじんできていますね。わかりますかね？ちょっとわかりづらいかな。僕ちょっとぼかし方がね苦手なんであんまり使わないんですよこれ。うん、ちょっとぼけてきてるのはわかります？ちょっとにじんできてるというか、うん、もう少しあの綺麗なやり方あるかと思うんですけども、ちょっと僕こちらのうまいこといきませんので、不慣れですので、ご了承願いたいと思いますっていう感じです。はいはい、次にですね本職の方をご説明させていただきたいと思うんですけれども、まずですね左の方ちょっと見ていただきたいんですけれども、このような感じになっております。でセリア様、ダイソー様、キャンドゥ様とございますね。別々の色です。でまず左側の方、こちらの方見ていただきたいんですけども、こちらの色と次にこちらの色2色を混ぜたらこんな感じの色になるということです。でこちら左の画面、右のページの画面あるんですけれども、最初に使う色、これちょっと変わってるんですね。逆、後先がね、先と後は逆になってます。でこちらの方色がこういう形になっております。ちょっとねどちらも似てるようなんですけども、ちょっと画面なんで、こちらの画面の方なんでちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、微妙に色がちょっと違うんですよね。皆さんまだしていただいたら分かるかと思いますけれども、2色はあって後先ちょっと別々で、混ぜたら混色したらどういうなるか、ちょっとまたチェックしていただいたら分かるかと思うんですけれども、微妙に色が違うんですね、ぼけ方が。うん、ちょっとこんな感じでちょっと分かりづらいですけども、説明もうまいことできてないかもしれないんですけども、こんな感じです。結論を申し上げますと、ダイソーの方は丸ペンで傷みにくく顔体どこでも描けるんですけれども、ただ細かい部分には不向きかと思います。色は濃いめで原色系が多いです。60色となっております。セリア様ですけれども、筆ペンで細かい部分や髪の毛など適している、ただ筆なので傷みやすくなっております。筆先がばらつきやすいかな、柔らかいのでね、色はパステル色で中間色が多くなっております。36色です。で、最後にキャンドゥ様ですけれども、筆ペンでセリアと同じく細かい部分や髪の毛などに適していると思います。また筆なので傷みやすく、筆先がばらつきやすくいいかと思います。ただこちらの方はセリア様よりはまだばらつきにくいかとは思います。色は原色が多く、黒肌色系が多いように思います。中間色ですね。はい。で3社ともブレンダーペンの方はあります。はい。まあこう見ていくとですね、3社購入しておいてから3社ともイラストを描くときに使うというふうにしていった方が良いのではないかなと私は個人的に思います。皆さんそれではガンガンじゃんじゃん書いていってください。どうぞ。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。うん、よかった、よかったかな。うん、それは僕は嬉しいですよ。はい、ということで、はい、アートロックナオでした。次回の動画までお待ちになっていてくださいね。それではいきますよ。それではグッバイ青春グッ。